今前半開始のホイッスル。第77回広島県高校総体サッカー男子決勝。左から右に攻める赤のユニフォームが瀬戸内高校、2年ぶり9回目の全国を目指します。一方、右から左に攻める緑と黒の縦縞のユニフォーム、広島南高校、5年ぶり16回目の全国大会を目指します。さあ、その南高校が高い位置でのスローイン、助走を取るようです。ロングスローでまずは一つチャンスを作ろうというところ。広島南高校エリアの中に選手が密集しています。さあ、ロングスローを伸びていく。ここは瀬戸内の選手が先に対応しました。かき出そうというところですが、タッチラインを割りました。この試合は40分ハーフ、合計80分で争われます。決着がつかない場合は10分ハーフの延長戦、それでも決着がつかない場合は PK 戦へと進みます。ベンチ入りは9人、そのうち5人まで交代が認められます。中盤での競り合い。さあ、瀬戸内高校がボールを収められるか。選手が倒れますが、ここで笛がありました。広島南高校ボールに変わります。現在の気象です。天候は雨、気温21度、湿度 85%、 東北東の風が2メートル吹いています。今日は朝から断続的に雨が降り続く中での試合となりました。さあ、ここ走っていく瀬戸内高校、ただラインを割って瀬戸内高校のスローインで再開です。今日の試合を裁く審判団です。主審大橋翔さん、副審石川隆夫さんと岡崎慶太郎さん、そして第4の審判は川江俊明さんです。この4人でこの決勝戦はコントロールされます。瀬戸内高校26番の村上のロングスロー。さあ、エリアの中央、武田がボールを触るかというところでしたが、ここは合いませんでした。今日この試合スタメンに起用されました26番瀬戸内高校の村上、ロングスローがあります。ここまでは途中出場でチャンスを作ることが多かったんですが、この決勝戦スタメン起用です。瀬戸内高校は準決勝からスタメンを3人変えてシステムも変えました。それぐらい今年のチームはシステムも選手の強みも選択肢が多い、底上げができているんだと田中健二郎監督は話します。この試合では村上春也、そして11番の岩田一行、そして15番の横山圭がスタメンに起用されています。準決勝からメンバーを変更してのスタメン起用です。さあ、ここはラインを割りました。それではその瀬戸内高校のスターティングイレブンを紹介します。システムは 4-4-2、 ゴールキーパーは2年生田平優斗、守備陣は4人、右から大塚弥博、3年生の白水春、松本大輝、鎌狩作太郎、ボランチはダブルボランチ、右に横山圭、左に山本寛太、右のサイドに岩田一行、そして左のサイドに武田真人、そして2トップ、今日スタメン起用です。26番の村上春也、そして9番絶対的なエース上岡紫音です。この 4-4-2 で決勝戦は準決勝とはシステムを変えて臨んできました赤の瀬戸内高校です。瀬戸内高校サブのメンバーを紹介します。ゴールキーパー12番の奥本慎太郎、ミッドフィルダー14番の小池寛太、13番の富永純平、7番の安井作、24番の長野和樹、そして準決勝で決勝ゴールを決めました16番の酒井仁音、この選手がどこで投入されるでしょうか。そしてディフェンダーのチームマネジメントキャプテンの5番日野銀斗、フォワードには18番伊藤翔輝です。
瀬戸内高校を率いるのは田中健二郎監督、49歳です。今年で就任6年目。加部高校の出身で日本体育大学を経て22年前に瀬戸内高校に赴任しました。監督に就任して6年目。選手たちには全国大会を目指して一つでも多くのことを学んでほしいと話します。さあ、準決勝からメンバーを変えてこの決勝でスタメン起用された26番の村上を狙ったところでした。今日はその村上と絶対的なエース9番の上岡詩音の2トップ442で挑みます。さあ、それでは一方の緑と黒の縦縞のユニフォーム広島南高校のスターティングイレブンを紹介します。今ボールを蹴りましたゴールキーパーは3年生の守護神三好達也。ディフェンダーは3人、右に佐々木唯人、真ん中に杉山亮、そして左に2年生の織出寛太です。中盤の選手、さあここを収めたのは広島南高校キャプテンの佐々木孝嗣からサイドチェンジ、中央の迫田大輔、ここチェックに行ったのが瀬戸内高校の8番の山本です。冷静に回収しました広島南高校。もう一度後ろから左に展開、9番の幸政。広島南高校のスターティングイレブン紹介を続けます。ボランチはダブルボランチ、右に迫田大輔、左に桑田達也。さあ、ここは野村から9番の幸政が中に入れる。先に対応したのは赤の瀬戸内高校、まだあるを遠目から狙っていきました。最後6番の桑田達也が遠目から積極的に狙っていきました。技術の高さはチーム1、6番の3年生桑田達也、これがこの試合最初のシュートになりました。中盤、ここボールを収めたのはラインを割りました広島南高校のスターティングイレブン紹介続けます。右に佐々木孝嗣、左に藤原誉、シャドウの位置には右に幸政壮大、左に10番の2年生ストライカー野村理路、そしてワントップにはスピードがありますエースの木村優也です。広島南高校サブのメンバー紹介です。ゴールキーパーには17番、2年生の井本優生、ディフェンダー2番の山口瑞希、ミッドフィルダー13番の名越寛陽、14番の横山智樹、16番の富本優太、18番の大浜翔、22番の表圭介、24番の船津寛太、そして20番には3年生のフォワード、チームで一番声を出して盛り上げます山本大地です。さあ、ここは瀬戸内高校の11番の岩田一光が中に入れていく。頭で弾いた広島南、瀬戸内高校また岩田を狙ったところですが、さあ岩田1対1、中にボールを入れます。横山、岩田のクロス、さあここを収めた武田が仕掛ける、武田のシュート、ゴールキーパー弾きました。書き出した広島南、瀬戸内高校この日最初のシュート、17番の3年生武田真人が放っていきました。3年生の武田真人、切れ味が魅力のドリブラーです。遠目からも積極的にゴールを狙っていける、フィニッシュまで狙っていこうという選手です。中には9番の上岡詩音もいるので積極的にゴールを狙っていきたいと話します。さあ、そしてここで瀬戸内高校もこれはロングスローですね、助走を取ります。エリアの中には選手が密集しています。さあ、ボールが伸びていく、一度弾かれますが後ろからふわっと中に入れる、ここ合わせられるか、シュート決まった。先制は瀬戸内高校、前半立ち上がり26番の村上春也、
うまく合わせました。3年生この決勝戦で先発起用されました26番の村上春也が先制点。前半の立ち上がり、瀬戸内高校1対0先制です。前半の10分、立ち上がりいい流れで今日スタメン起用された3年生の村上春也が得点を挙げました。うまく合わせていきました3年生の村上。田中健二郎監督は秘密兵器とも話すこの村上です。自身もロングスローでチャンスを作りながら、ここは中に入ってきたボールをしっかり頭で合わせて先制です。前半の10分が経過、まず試合を動かしたのは赤の瀬戸内高校です。さあ南高校高い位置でボールを奪いますが、キャプテンの佐々木からスピードのある木村、前に送る、ここを駆け出しました赤の瀬戸内高校。競り合い、野村のシュート、ここはわずかにゴールの上。2年生のストライカー野村、ミドルシュートで狙っていきました。取られても取り返す、積極的に点を狙えるのが今年のチームだと広島南高校の監督小熊和人さんは話します。その広島南高校のサッカーはムービングフットボール、伝統の堅い守りをベースに2年前から取り組むスタイルです。伝統のパスサッカーに流動的なポジショニングが加わったムービングフットボール、選手とボールが動く、見ている人をワクワクさせる攻撃的なサッカーを広島南高校は目指します。1点を追いかける広島南高校、ボールを動かしながら攻め手を狙いますが、ここで先に奪ったのは瀬戸内高校赤のユニフォーム武田、左に流れていきます。山本、細かくつないでいきます。瀬戸内高校赤のユニフォーム、一度後ろでボールを落ち着かせます。2年生の大塚弥博、11番岩田、そしてもう一度大塚へ、大塚が運んでいきます。大塚がクロス、ここは合いませんでした。さあ瀬戸内高校、ここも高い位置でのスローイン、ロングスローがあります。先ほど先制点を挙げました26番の村上春也。今年のチームは去年になかったロングスローがあります。田中健二郎監督も途中からここまでは流れを変えてきた村上、今日は決勝戦でスタメン起用、秘密兵器とも話していた村上が今日は試合の立ち上がりから勢いを見せています。さあその村上のロングスローまた伸びていきます。ここは先に触ったのが緑と黒の広島南高校、瀬戸内高校のコーナーキックに変わります。今日の試合初めてのコーナーキックです。キッカーは15番の横山圭、選手がファーサイド、そしてゴール前にも2人集まっています。さあここはゴールラインを割りました。1点を先制している瀬戸内高校、瀬戸内高校サッカー部の創部は1971年、県総体では7度の優勝、2010年からは4連覇を果たしました。2016年広島で行われたインターハイでは浦和レッズ所属の阿部裕樹選手を擁しインターハイベスト8、選手権の全国大会では97回大会でベスト4に入るなど、全国で近年その名を馳せてきました。さあそんな瀬戸内高校、近年はボールポゼッションが武器としてきましたが、今年はスピードのある選手が多いので、このように縦に蹴る回数も多くなってきています。今年のチームは縦に速いサッカーを展開していきます。その中での攻撃の中心になるのが前線の9番上岡志音、フィジカルの強さ、裏抜けもできる、
前にいると攻撃のためができるので絶対的な存在だと話しています。さあ、そこにスピードのある選手、どれだけ関わることができるか。その上岡が抜け出してシュートを打っていきました。瀬戸内高校の攻撃の絶対的な存在、上岡紫音。その上岡にスピードのある17番の武田、さらには11番の岩田、そういった選手がどれだけ絡んでゴール前に迫ることができるのか。さらには瀬戸内高校はさまざまな選択肢、システムを持っています。昨日の準決勝では今大会初めて 4-3-3 のシステムを起用しました。中盤はまらなくてしんどい時間もあったが、前半ゼロで抑えることができて決勝に進出できたことが大きい。常に一番いい選手、一番いい状態の選手、そしてシステムで戦っていきたいと話しています。その瀬戸内高校、昨日からシステムを変えて臨んで立ち上がりに先制点を挙げました。1点をリードする展開で前半の16分が経過しています。後ろから細かくパスをつないで、どこでスイッチを入れるか。15番の横山圭から左へ、もう一度横山へというところでしたが、広島南高校がボールを奪いに行こうというところで笛が鳴りました。広島南高校ボールでリスタート。さあ、ここ中盤で野村から前に送ります。9番の雪政から右、さあ攻めていく、シュートを放とうというところでしたが、チェックに行きました瀬戸内高校。最後は広島南高校11番のスピードのあるエース、木村が狙っていきました。広島南高校今日1本目のコーナーキックです。ターゲットとなるのは身長180センチの織で、さらには杉山も178センチ。さあ、速いボールを入れていく、巻いていくボールでしたが、先にここは笛が鳴りました。1点を追いかける緑と黒の縦縞の広島南高校、選手とボールが流動的に動くムービングフットボールを展開します。このムービングフットボールの起点になるのがスピードのある先ほどゴール前で狙っていきました11番の木村優也、縦横無尽に前線を駆け抜けるスピードが武器の南の新エースです。このワントップ木村にスピードがあるので、今年のムービングフットボールは例年以上に前への意識が強いんだといいます。真ん中でかき乱すことができる、その中で9番の雪政、さらには10番の2年生野村がどう動きながら前線でチャンスメイクできるか、コンビネーションを生かしてチーム力でチャレンジしていきたいと小熊監督は話します。ここは瀬戸内高校のフリーキック、ゴールまでだいたい35メートルほど。ここふわっと浮かせて山本が落として、3番白水のシュート、最後は3番の3年生白水春が狙っていきました。ここまで瀬戸内高校4本のシュートを放っています。前半まもなく20分が経過しようというところです。1点を追いかける広島南高校、率いるのは小熊和人監督36歳です。今年で就任3年目、自身は広島関音高校の出身で、高校時代は選手権の84回大会の県大会でゴールを決め優勝を果たし、全国大会に出場したこともあります。南高校に赴任してコーチを6年務め、一昨年から監督を務めています。選手の主体性を引き出す指導をしていて、
自身の関音高校時代の恩師畑公雄さんの自主性を生かした指導が教員生活の軸になっていると話しています。さあ中盤での競り合い、南高校が縦にボールを送ります。弾き返した赤の瀬戸内高校、前半の20分を経過しました。1対0、今日スタメン起用された26番の村上春也のゴールで瀬戸内高校が1点をリードし試合が進んでいます。1点を追いかける南、どう動いて崩していくか。ここも遠目から狙う、追いかける赤の瀬戸内山本、カウンターのチャンスになるか。左に展開します。中にボールを送ろうというところでしたが、ここは逆に南のチャンスです。切り返してドリブルで運んでいきます。木村、ここは引っかかりました。さあ瀬戸内高校ボールに変わります。赤のユニフォーム、1回後ろにボールを戻して縦に長いボールを送ります。11番の岩田、ルーズボールどちらが収められるか。落ち着かせた広島南高校、ここもドリブルで運んでいきます。9番の雪政、一度後ろにボールを落として中に入れていきます。シュート、最後ヘディングシュートで狙っていきました。10番の野村理路、ここは一つチャンスを作りました。10番の野村です。12番の佐々木唯人のクロスに頭で合わせました。野村2年生でこの県総体の決勝戦の舞台戦います。ドリブル、アイディアのあるシュートも放つことができる2年生の野村、1点を追いかけるのが広島南ですが、さあここは瀬戸内チャンスになるか。ゴール前奪った野村、さあ野村どこを選択するか。ここはシュートを狙っていきました。野村のシュートが入りました。広島南高校同点、野村理路の同点ゴール。しっかりとゴールキーパーが前に出ていたのを見て、見事なコントロールショットでした。大体40メートルから50メートルほどでしょうか、ハーフウェイラインあたりから積極的に足を振り抜いて、これがゴールに吸い込まれました。広島南高校、前半の20分、同点ゴールです。試合を振り出しに戻しました。今日4本目のシュートが芸術的な野村のゴール、劇的な同点ゴールで試合を振り出しに戻しました広島南高校です。大体40メートルから50メートルほど、まさかこれを狙っていくとはというような、ただよく野村もゴールキーパーの位置冷静にコントロールしました。さあ試合これで1対1、次の1点どちらに入るか。まだ前半の23分を経過したところ、両チームの良さがそれぞれ現れて1対1。さあ瀬戸内高校、このルーズボールを収めるのはどちらか、瀬戸内の11番岩田、ただ奪い返しました広島南、先ほどゴールの野村からサイドチェンジ、ただここは選手に合いませんでした。瀬戸内のカウンターのチャンス、4番の鎌刈が上がっていきます。鎌刈取り返す、鎌刈がクロスボール、村上を狙ったでしょうか。ここはタッチラインを割ります。さあ高い位置でのスローイン、また村上が走っていきます。
ロングスローでチャンスを演出しようという瀬戸内高校。エリアの中には身長179センチの上岡、さらに松本も身長180センチ。上岡はゴールの手前にいます。瀬戸内高校村上のロングスロー、上岡も狙ったところでした。さあここで流れてシュート、6番の松本が左足を振り抜きました。そして瀬戸内高校今日2本目のコーナーキック、キッカーは15番の横山慶。右利きの選手です。インスイングのボールになるでしょうか。ゴール前に選手が密集しています。横山の右足直接狙っていこうかというところです。前半立ち上がり10分にまず先制したのは赤の瀬戸内高校。今日決勝でスタメン起用の26番の村上。ただその10分後、前半の20分に広島南高校10番の2年生野村理路がロングシュートを決めて同点に追いつきました。試合はここまで1対1、同点で進んでいます。次の1点どちらに入るか。上岡から岩田、今日決勝でスタメンです。岩田が攻めていく、上岡に収まろうかというところでしたが、ここはタッチラインを割ります。瀬戸内高校のここもスローインです。上岡、さらには身長の180センチ長身の松本もファーサイドにいますね。一つチャンス、大きなチャンスになるのがこのロングスロー、高校サッカーでも多く使用されています。さあその村上のロングスロー、これはファールスローになりました。ここまで1対1で試合が進んでいます。同点ゴールを放った野村理路は2年生、1年生ながら去年は選手権の準決勝主力として途中出場でその準決勝を経験しました。その準決勝の相手も瀬戸内高校でした。その時敗れた悔しさが今頑張る原動力になっていると2年生のストライカー10番の野村は話します。広島南高校としては去年の選手権の準決勝、さらには今年の新人戦の決勝で瀬戸内高校と対戦し、いずれも敗れています。このカップ戦、県総体では決勝の舞台、勝つのはどちらになるのか。広島南高校としてはリベンジの思いも持って臨むという選手も多くいるこの県総体の決勝戦です。さあこの広島南高校と瀬戸内高校、県総体では過去決勝戦で4回対戦してきました。瀬戸内高校が3勝、南が1勝しています。県総体、さらには冬の選手権でも多く対戦してきている広島ダービーともファンの間では言われるこのカードです。さあ瀬戸内高校赤のユニフォーム、左の武田が走ります。武田が中に切り込む、ここを奪った南高校。瀬戸内高校11番の右の岩田へ縦にボールを送ります。26番の村上を狙いますが、ここは上岡が収めました。上岡から15番の横山がクロスを上げようというところでしたが、チェックに行きました広島南高校。
瀬戸内高校の高い位置でのスローインに変わります。広島南高校も手前に一人選手を置きます。村上が手を挙げてスローイン伸びていきます。さあ頭で合わせる白水ですが、ここは広島南高校の守護神三好がキャッチしました。瀬戸内高校と広島南高校両チームともプリンスリーグ中国に所属しています。今シーズン新人戦の決勝では2対0で瀬戸内高校が勝利。ただ4月のプリンスリーグでは3対2で南が勝利しています。今回はどちらが勝利をすることができるか。7番の迫田から木村へ、失礼しました、雪政右に展開。中には選手が2人、ヘディングシュート。最後はキャプテンの佐々木貴嗣がヘディングで狙っていきました。広島南高校の頼れるキャプテン佐々木貴嗣、ヘディングの強さ、さらには左足の精度も武器です。決勝戦、ここまで前半の30分が経過しました。1対1、同点のままここまで試合が進んでいます。先に得点を奪ったのは赤の瀬戸内高校、前半の立ち上がり10分でした。その後広島南高校が前半の20分に同点に追いついて、さあ次の1点がどちらに入るか。右サイドから広島南高校、中に入れようというところでしたが、ここは広島南高校今日2本目のコーナーキックです。キッカーは左足が武器、キャプテンの佐々木貴嗣です。左のキックですからインスイング、ゴールに向かっていくボールを蹴ることになります。さらにエリアの中には身長180センチのオリデ、さらにはチーム1の長身佐々木唯人、12番の選手もゴール前にいます。中央へ、その佐々木唯人、チーム1の長身佐々木唯人、12番の選手狙っていきました。ただゴールの左、それていきました。ここまで瀬戸内高校がシュート5本、南高校がシュート6本。失点しながらも同点に追いついた広島南高校、緑と黒の縦島、ボールも人も動かしながらゴール前に迫っていきます。今年は前線に11番スピードのある木村がいることで、より前への意識が高くなっています。この前への意識が高くなったのも、今年広島南高校プリンスリーグに昇格、再昇格したことが大きな経験だと話します。さあここは瀬戸内高校がチャンスになるでしょうか。19番の2年生大塚弥弘、突破していきます。ただ2人がかりで対応に行ったのが緑と黒の縦島の広島南高校です。広島南高校、去年は新人戦、総体、そして選手権と無冠でした。タイトルを取ることができませんでした。ただそんな中でも選手権が終わった後、去年の3年生がプリンスリーグには絶対再昇格しよう、1年で戻ろうと強い決意でチームに残って昇格戦最後まで戦いました。その姿が今の3年生、2年生、1年生在校生たちに引き継がれています。小熊監督は去年のそんな3年生の意地のプレーが財産になっているんだと話しています。去年3年生が意地でプリンスリーグ再昇格してくれたおかげで、もう一度今年
中国地方の強豪チームと戦ったおかげでムービングフットボールをより強化進化することができる、これもすべて悔しい思いをしてきた、思いを受け継いできた先輩たちのおかげなんだと小熊監督は話します。キャプテンの佐々木も先輩たちに感謝しながら、進化しながらこの決勝戦を戦っていきたいと強い思いを語りました。その南高校を失点しながらも同点に追いつき勝ち越しゴールを狙っていきます。前半35分が経過しました。40分ハーフで行われる県総体の決勝戦、前半も残りわずかです。15番の横山から白水が縦に送ります。19番の大塚弥弘を走らせる、ここは合いませんでした。19番の大塚、2年生で強豪の瀬戸内高校の中でここでスタメンを掴んで試合で躍動しています。サンフレッチェジュニアユースの出身の選手です。ただそのサンフレジュニアユース時代はベンチに入ることが多かったそうです。高校に入ってスタメンで試合に出られる幸せを感じているということなんです。南高校で同点ゴールを奪った野村とはチームメイト、ただ野村はスタメンで出ることが多く自分はベンチに入ることが多かった、ただ今決勝でその野村と対戦することができている、自分も同じ舞台に立てたんだとその幸せを口にしながら今日何度も右に駆け上がる動きを出しています。さあ野村がボールを持って前線で仕掛けようというところでした。2年生でスタメンでこの決勝の大舞台に出ている広島南高校の10番野村、そして中学時代同じチームでプレーをした瀬戸内高校19番の大塚、2年生同士のこの意地の対決も注目です。さあ広島南高校も高い位置でのスローイン、11番の木村はロングスローがあります。12番の佐々木唯人はチーム1の長身182センチ、さあどこを狙うか、ボールが伸びていく手前で先に触ったのは広島南でしたが笛が鳴りました。さあ瀬戸内高校ゴールキーパーのタビアラが素早いスタート、17番の武田が折り返す、武田がふわっと中に入れて11番の岩田シュート、武田ここは書き出した南高校、さあまだある。南の守護神2年生のタビラ、よく17番の武田が走っているところを狙って早いリスタートでチャンスを作っていきました。高い位置でのスローイン、再三このスローインでチャンスを作っている瀬戸内高校26番の村上、さあその村上のロングスロー、エリアの中央まで伸びようというところです。17番武田がもう一度中に入れます。ルーズボール、書き出した広島南のキャプテン佐々木から木村へ、スピードがある木村、ただこちらもスピードがあります。17番の瀬戸内高校武田が対応に行きました。瀬戸内高校守護神の田平、白水から19番の2年生大塚、1対1、まもなく前半の40分に差し掛かろうというところです。左の武田から山本、細かくパスをつないでいきます。一度ボールを後ろに戻して右の19番の大塚、中を見た、縦に走らせます。26番の村上、11番の岩田を狙ったところですがここは引っかかりました。11番の大塚、19番の大塚、岩田、
ボールキープする時間が長くなっている赤の瀬戸内高校。3番の白水、岩田が中を見た。エリアの中の上岡を狙ったところでした。前半アディショナルタイムは3分です。ここまで試合は1対1、瀬戸内高校が前半の10分に先制をしましたが、その10分後、前半の20分に広島南高校が同点に追いつきました。縦に速いサッカーを仕掛ける瀬戸内高校、赤のユニフォーム、そして選手ポジションが流動的に動きながらゴール前に迫っていくムービングフットボールを展開する緑と黒の縦島、広島南高校、それぞれの良さを出しながらここまで試合が拮抗しながら進んでいます。今日は多くの応援団もいる中で、この県総体の決勝戦行われています。雨も見た感じですと止んだでしょうか。この試合に勝ったチームが広島県代表として全国高校総体インターハイの舞台に立ちます。その広島県の代表の座をつかむのは赤の瀬戸内か、緑と黒の広島南か。1対1でここまで試合が進んでいます。前半残りわずかです。野村のフリーキック、先ほど同点ゴールを奪った2年生の野村。さあ野村、ボールが伸びていきます。折り返して佐々木が最後ゴール前へヘディングで狙っていきました。チーム1の長身182センチの佐々木。ここは広島南高校、今日3本目のコーナーキックです。10番の野村がキッカーを務めます。ファーサイドに選手が集まっています。ターゲットになるのは身長182センチ12番の佐々木ゆいとか、さらには身長180センチの織でもいます。右足中央へ、さあ前半アディショナルタイムに突入しています。まもなく目安の3分経過しようというところです。前半はここまで1対1。さあ流れたところを奪いに行きましたが、ここは笛が鳴りました。広島県総体の決勝戦、ここまで1対1。両チームの意地がぶつかり合う、そんな前半の40分間になっています。アディショナルタイムは3分、その3分が経過したところ、ここで前半終了のホイッスル。第77回広島県高校総体サッカー男子決勝、瀬戸内と広島南の一戦は前半を終わって1対1。この後後半戦へと向かいます。今後半40分が始まりました。選手の交代を知らせします。広島南高校9番雪政総代表に代わりまして、後半開始と同時に広島南高校選手交代がありました。9番の雪政に代わって16番の富本が入りました。3年生の富本、まず交代のカードを切ったのは緑と黒の縦島の広島南でした。瀬戸内高校は交代はありません。前半40分を終えて1対1、次の1点がどちらに入るか。王座奪還、
インターハイ出場をつかみ取るのはどちらのチームか、思いが高まる40分が始まりました。南高校守護神の三好から、瀬戸内高校赤のユニフォームクリアしていきます。高い位置でのスローインは緑と黒の広島南高校です。ロングスローがある11番の木村が走っていきました。チーム1の長身佐々木唯人はペナルティーエリアの手前ニアサイド付近にいます。チーム1の長身ヘディングが武器。さあどこを狙うか、11番の木村優也、手前弾いた瀬戸内高校、ここ16番の富本が前に蹴り出していきます。流れたボール、迫田、7番の迫田、一度ボールを後ろに奪い返しました。赤の瀬戸内高校、26番の村上を走らせます。3年生の村上、中にボールを送る、9番上岡、ただここはオフサイドフラッグが上がっていました。今日スタメンの3年生の村上から瀬戸内の絶対的エース上岡へ狙っていくところでしたが、ここはオフサイド。前半瀬戸内高校がシュート5本、広島南高校はシュート7本、それぞれ攻撃に特徴のあるチームですが、その良さが出てシュートの本数も多くなっています。さあ26番の村上がボールを受ける、村上が突破する、体を入れたのは広島南高校、後半どちらが先に勝ち越しゴールを奪うことができるか。今シーズンは広島南高校と瀬戸内高校、新人戦は瀬戸内高校が決勝戦で勝利、上岡の2ゴールで優勝を果たしました。ただその2ヶ月後の4月のプリンスリーグでは3対2、広島南高校が打ち合いを制して勝利しました。1勝1敗で迎える今日の県総対決勝戦です。勝った方が来月福島県で行われるインターハイに出場します。広島ダービーとも言われるこの瀬戸内高校と広島南高校の一戦です。中にボールを入れる、ただゴールラインを割りました。8番の佐々木隆嗣がボールを送っていきました。頼れるキャプテンの8番佐々木隆嗣、今年の広島南高校のムービングフットボールは前線の木村、さらには野村、前半まで出ていました雪正や途中から入った富本など前への意識が高い選手が多いので、積極的にボールを前に送りたいと話しています。精度の高い左足が武器の佐々木隆嗣、南高校のキャプテンマークを巻きます。南高校前半とは少しポジションが変わっているでしょうか。またこのセットプレーが終わった後に確認します。さあ瀬戸内高校赤のユニフォーム、フリーキックのチャンス、3番の白水春の右足、上岡、ここをもう一度中に送る、本線11番の岩田が抜け出すか、岩田から中央へ吐き出した、広島南、走っていたのが広島南高校、すぐさまカウンターを狙います。
6番の桑田、仕掛けていきます。中央、16番代わって入った富本、左足でシュートを狙っていきました。ここに15番の藤原誉れが走っていこうというところでした。一つゴール前でチャンスを作りました。緑と黒の縦島、広島南高校です。広島南高校、前半は右にポジションを取っていた佐々木貴嗣が後半に入って左にいるでしょうか。左でプレーしています。人もポジションも流動的に動きながらゴールに迫っていくムービングフットボールを展開する広島南高校。状況に応じて選手が動きながら、さまざまなポジションを取りながら点を取ろうと仕掛けていきます。瀬戸内高校のスローイン、長く伸びていきます。エリアの中まで伸びていきました。さあ走り込んで回収したのは広島南高校。右サイドから中央、15番差し掛けていきます。ここで右足シュート、最後は11番のエースストライカー木村が狙っていきました。わずかにゴールの上、ミドルシュートで狙っていきました。11番の木村、左右揺さぶりながらさまざまな攻撃パターンで仕掛けていくのが広島南高校です。前半の8分が経過しました。失礼しました、後半の8分が経過しています。瀬戸内高校、ここもロングスローです。後半2本目のこのロングスロー、前半だけでもおよそ8本ロングスローからチャンスを演出してきました。後半勝ち越し点が欲しい両チームにとって、このロングスローどのように動くか。中央までボールが伸びていく、折り返して玉狩りが触った。ここは瀬戸内高校のフリーキックのチャンス。ゴール前25メートルほど、キッカーは3年生丸刈りがトレードマークの8番山本寛太。ファーサイドに選手が集まっています。一気に走り込んでいく、ヘディングで狙おうというところでしたが、広島南の守護神三好が先に触りました。さあそして今度は右からロングスロー、後半入って3本目、村上です。身長179センチの上岡はゴールの中央。さあここ伸びていって、その上岡を狙ったでしょうか。11番の岩田が狙っていきました。ゴールラインを割ります。再三このスローインでチャンスを作っている赤の瀬戸内高校、今シーズンのチームの新たな武器、村上はまさに秘密兵器だと田中健二郎監督は話します。その瀬戸内高校、今年はプリンスリーグと県総体の連戦を見据え、県総体では固定メンバーで臨まず、あえて選手を入れ替えながら臨んでいます。
そうすることでチームに刺激が入って結果を残そうと選手がハードにプレーすることでチーム内の競争も激化したと話しています。準決勝ではベンチメンバーだった村上、さらには岩田など、そうしたベンチのサブの選手たちもギラギラしているんだと話しています。初戦で20得点以上決められたのもサブのメンバーを含めたギラギラ感が理由だと田中健次郎監督は話しています。準決勝でも途中出場で出た酒井、さらには井上がいいプレーを見せました。16番の3年生の酒井は決勝ゴールを挙げました。この循環が続けばこの夏、さらには冬の選手権に向けていい状態のチームが作れるんだとチーム作りに自信を覗かせる田中健次郎監督です。その瀬戸内高校交代のカードも含めてギラギラしているというメンバー、その交代カードがどこで切られるのか、ここにも注目です。山本から17番の武田、もう一度山本へ折り返す、村上が走っていました。さあ収めた広島南高校、木村を走らせようというところでしたが引っかかります。攻守の入れ替えが早くなってきています。そしてここでイエローカードが出ました。瀬戸内高校の19番大塚弥博にイエローカードが出されました。広島南高校フリーキック、中盤での競り合い、攻守の切り替えが激しくなってきているこの後半です。後半13分が経過しました。ここまで1対1で試合が進んでいます。縦にボールを送ります。背負う形、村上、ゴールラインを割ります。選手を積極的に入れ替えてシステムもメンバーも変えながら臨んできている赤のユニフォーム瀬戸内高校、2年ぶりの全国を目指します。田中健次郎監督はここまでメンバーを入れ替える時期、こんなに早くなることは例年ないんだと話すんですが、底上げのタイミングがそれと同時に早くなったんだと話しています。瀬戸内高校県総体までのここメンバーの層の厚さ、一つ収穫になっています。まだここまで交代のカードは切られていません。さあ上岡が落として11番の岩田が前を向いてドリブルで運びます。奪った広島南高校、縦に速いボールを送ります。木村が走っていく、木村スピードに乗る、木村、ここで木村は倒れますが、ここはコーナーキック。一つ木村の強み、スピードのあるドリブル抜け出しが生きてチャンスになりました。そして広島南高校後半1本目のコーナーキックです。佐々木はファーサイド、佐々木唯人はファーサイド、巻いていったボール、佐々木を狙った、チーム一のヘディング、その強さを持ちます12番の3年生佐々木唯人。空中戦の強さはチームナンバーワン。1年生の時に満員のスタジアムで先輩たちがプレーする姿に憧れ、この3年生最上級生として主力としてこの決勝の舞台で躍動しています。準決勝でも佐々木ゴールを決めています。セットプレーからのゴールでしたが
こぼれ球を詰めてゴールを決めた、そんな準決勝のゴールでした。そして瀬戸内高校交代選手が準備しているようです。2人選手を変えるようです。7番の安井作、さらには24番の長野和樹が今準備をしています。長野は昨日の準決勝で今大会初スタメンで躍動しました。まずは26番の3年生ロングスローでチャンスをたくさん作りました。村上に代わって安井が投入、そして24番の長野和樹、11番の岩田一光に代わって今ピッチの中に入っていきました。サブの選手も含めてギラギラ感がある選手層が厚いのがうちの強みと話す瀬戸内高校田中健二郎監督。後半2人選手を変えました。その選手がどう動くか。7番の安井がゴール前で狙っていこうというところでした。さあここはセットプレーのチャンス、瀬戸内高校です。ゴール前20メートルペナルティーエリアの手前でいい位置でのフリーキックを獲得しました。キッカーは8番の山本寛太か。左利きの山本が直接狙っていきました。丸刈りがトレードマークの山本寛太、泥臭くチームのために走ることができる3年生です。この準決勝決勝の前に副キャプテンの清水も丸刈りにしているんですけれども、なので丸刈りの選手が今瀬戸内高校に2人いるんですが、そんな気合の入った姿が見られる瀬戸内高校の選手たちです。瀬戸内高校高い位置でのスローイン奪いに行った途中で入った安井、安井が折り返す、コーナーキック獲得、瀬戸内高校です。瀬戸内高校後半入って1本目のコーナーキック、左足が武器6番の松本大輝がキッカーを務めます。ターゲットとなる9番の上岡はゴール中央、松本の左足低いボール、上岡のヘディング、エースの上岡を狙っていきました。流れの中でも決める、さらにはセットプレーでも高さを発揮することができる攻撃の絶対的な存在、上岡紫音。その上岡を狙っていきましたがゴールの上、決めることができませんでした。この上岡は新人戦2月末、新人戦が終わった2月の終わりに右膝の怪我で2ヶ月半チームを離脱しました。チームに帯同できず試合に出られず、プリンスリーグチームは5試合勝ちをつけることができなかったという状況もあります。チームの苦しい状況を外から見てきて、自分も何かレベルアップをしなければいけないと上半身を中心に筋力トレーニングを行ってきました。冬に比べて4キロ体重を増量し、1対1に特に強さを見出すことができたといいます。9番の上岡紫音です。さあ後半まもなく
その半分20分が経過しました。6番の広島南高校桑田が積極的に狙っていきました。広島南高校後半4本目のシュートです。ここで両チーム飲水タイムです。後半20分が経過、40分ハーフで行われるこの県総体サッカー男子の決勝戦、残すところ20分となりました。ここまで1対1、前半10分に瀬戸内高校、この決勝戦で先発起用されました26番の村上が先制ゴール。ただその10分後にやられたらやり返す緑と黒の縦縞、広島南高校が2年生ストライカー10番の野村理路がロングシュートを決めて同点に追いついて1対1。同点のままこの後半戦も終盤へと向かっていきます。次の1点がどちらに入るか。瀬戸内高校は昨日は途中出場をした16番の酒井が決勝ゴールを決めました。試合終了間際の劇的な展開でした。さらには途中で入った伊藤翔輝など後半入った途中から入った選手が躍動しチャンスを生み出しました。そういった姿が決勝戦でも見られるんでしょうか。赤のユニフォーム瀬戸内高校です。白水が縦にボールを送ります。王座奪還を目指す両チーム、瀬戸内高校、広島南高校。去年この県総体は広島国際学院高校が制しました。その国際学院高校を2対0で下して決勝の舞台に上がってきたのが緑と黒の縦縞、広島南高校です。左へ中央パスをつないでいきます。縦にスイッチを入れる木村がボールを追いかける。さあ瀬戸内高校赤のユニフォーム4番の鎌刈、縦山本鎌刈から中央へ15番の横山がシュートでしょうか。一度ボールを後ろに下げます。6番の松本大輝、3番白水がここでスイッチを入れます。途中交代の安井を走らせますがゴールラインを割ります。献身的なフォワードの安井作、3年生の選手です。決勝の舞台でもその献身的な姿、ここまで何度も縦突破をして見せています。前にボールを送ります瀬戸内高校。中盤での競り合いも激しくなってきました。後半も間もなく25分が経過しようというところです。ここは瀬戸内高校がフリーキック、山本寛太が蹴ります。山本の右足伸びていって先に触ったのは広島南高校。前に送る瀬戸内高校、15番の横山、ここは南高校のゴールキックに変わります。南高校去年は無冠、今年は南高校のプライドは持ちつつもチャレンジャーの気持ちで臨もうとチーム一丸でこの決勝の舞台戦っています。今日の試合には出られていませんが副キャプテンの竹広亮介、
この武尊が県総体が始まる前にチーム全員の前で今年はチャレンジャーとしての意識を持って臨もうと力強く声をかけたそうなんです。その言葉がいい刺激になってチームがまた一つになるきっかけになった、県総体を戦う前にチームが一つになったとキャプテンの佐々木貴嗣は話します。怪我で出られない武尊の思いも背負いながらチャレンジャーの気持ちも忘れずに選手たちが躍動しています。佐々の南高校がボールを奪う、パスをつなぎながら、さあ追い越していったのが、ここで少し雨の影響でキャプテンの佐々木が滑りました。ただまだボールは南高校、仕掛けるか、ここでコーナーキック、後半2本目のコーナーキックです。広島南高校、雨はかなり小雨になっているようにも見えますが、少しスリッピーな状態になっているでしょうか。さあ瀬戸内高校はゾーンで守っています。後半も残り15分ほど、次の1点がどちらに入るか。このコーナーキック、瀬戸内高校はゾーンで守ります。低いボールを入れる、弾いた瀬戸内高校、11番の木村、広島南高校スピードを生かす、加速する、対応に行くのが途中で入った瀬戸内高校長野です。その長野がボールを奪いました。長野から山本、山本が縦に送りますが、ここには選手がいませんでした。両チームともに速い攻め、この後半次の1点を取ろうと見られています。17番の武田が走っている瀬戸内高校、手元の時計で後半の間もなく29分、ここまで1対1同点で試合が進んでいます。瀬戸内高校と広島南高校、県総体、さらには選手権の県大会の決勝戦で何度も顔を合わせてきた両チームです。近年の高校サッカーを引っ張る両チーム、広島ダービーともファンの間では言われるこのカード、ここまで1対1、意地がぶつかり合うようなそんな展開を見せています。途中で入った安井、安井から一度ボールを後ろに戻します。松本、白水、右に展開、パスをつないでここで仕掛けます。さあここは高い位置でのスローインになります。途中で入った長野が受けに行きます。長野が仕掛ける、長野、横山から大塚が入れる。このボールは瀬戸内が回収、中の上岡を狙っていきました。ゴールキーパーと交錯しますが、武田が切り返してシュート。山本がボールを奪って、瀬戸内高校まだチャンスが続きます。武田から7番の安井作、安井から武田へ、武田が折り返していこうというところでしたが、南の選手に当たって瀬戸内高校コーナーキック。後半3本目、15番の横山圭が蹴ります。右利きの選手、
運動量豊富な選手、ここまで何度もチャンスを見せてきました。その横山の右足、低いボール、ここはラインを割ります。後半の30分を経過、ここで広島南高校交代があるようです。14番の横山智樹が間もなくピッチに入るようです。さあ15番の、ここはオフサイドフラッグが上がりました。ここで南高校選手の交代です。藤原誉に代わって14番の横山智樹が入ります。アグレッシブな突破力が武器の横山智樹、後半ここまで1対1、この状況を打開することができるか。小熊監督は突貫小僧、ガンガン前に行くところが横山の武器だと話しています。両チームともにベンチも動き出してきました。途中交代の選手がこの均衡を破るんでしょうか。瀬戸内高校大塚安井を狙います。この右で何度もこの2人でチャンスを演出しています。走り込んでいくのが南のキャプテン佐々木貴次、10番の野村へ、2人がかりで止めに行く赤の瀬戸内高校、中央を選択、シュート、遠目から狙っていきました。広島南高校、14番の横山が早速狙っていったでしょうか、失礼しました、16番の富本がミドルで狙っていきました。さあ野村が前を向く南高校、ドリブルで仕掛ける野村、前には木村もいる、落としたところ左を選択、7番の迫田、中へ、ここで選手が倒れてフリーキックのチャンス獲得です。広島南高校、ここは瀬戸内高校カードが出ました。24番の長野にカードが出ました。広島南高校としては後半の終盤、まもなく35分が経過しようというところで、ペナルティーエリアの近くでいい位置でのフリーキックを獲得しました。広島南高校ペナルティーエリア付近でのフリーキック、瀬戸内高校は手前に壁を作る、そしてその間に瀬戸内高校選手の交代です。13番の選手が入りました。13番の富永純平が入りました。15番の横山圭に代わって入ります。そして南高校低いボールを送る、流れたところをシュート狙っていった、最後は10番の野村が狙いました。その野村にもう一度ボールが送られます。狭いところ、14番の横山、ここで南高校コーナーキック。後半3本目のコーナーキック、広島南高校です。左足が武器、キャプテンの佐々木貴次、ゴールに向かっていくようなボールを蹴るでしょうか。
佐々木の左足、ファーサイド、ここはボールが流れていきます。前後半40分ハーフで行われるこの県総体の決勝戦、ここまで1対1。その後半も残りわずかとなってきました。ここまで瀬戸内高校は3人の選手を交代、その交代の選手、安井や長野、そして富永が後半に入って勢いよくゴール前に迫っていきます。そんな中で瀬戸内高校コーナーキックのチャンスです。13番の富永純平がキッカーを務めます。ゴールの中央に選手が固まります。富永ファーサイド狙う、頭で折り返して吐き出した広島みなみ、さあボールが落ちてシュートを放っていった、ここはわずかに右、最後は安井作がシュートを狙いました。安井作が体勢を崩しながらシュートを放っていきました。コーナーキックからゴール前で混戦の状態で狙っていきました。瀬戸内高校は昨日の準決勝でも後半試合終了間際に劇的なゴールで決勝ゴールを挙げて勝利しました。さあただこの決勝戦では1対1、両チーム拮抗したまま手元の時計で後半の38分を間もなく経過しようというところです。ここで南の選手が倒れて笛が鳴りました。フリーキック、広島南高校。40分ハーフで行われる県総体の決勝戦、決着がつかない場合は10分ハーフの延長戦へと突入します。まもなく後半の39分、さあ南高校フリーキック、折り返して、これはゴールネットの上、ここまで1対1で試合が進んでいます。県総体サッカー男子の決勝戦、前半立ち上がりに瀬戸内高校村上のゴールで先制、それでもそのあと前半20分に広島南高校野村理乃のロングシュートで同点に追いついています。さあ中盤での競り合い、奪ったのはどちらか、4番の鎌狩から前に送ろうという瀬戸内高校、17番の武田前に送った、ただここは合いませんでした。もう一度組み立てようという瀬戸内高校ですが、逆に広島南高校カウンターのチャンス、木村から右サイド、14番の横山がグラウンダーのボールを送る、野村が飛び込んでいきました。途中で入った14番の横山、さらには16番の富本、こういった後半に入った選手がチャンスを作っています。さらにここで雨が少し強くなってきているようです。そんな雨の中でも選手たちは躍動、さらには両チームともに応援のボルテージも上がってきています。安井、途中交代で入った瀬戸内高校の安井、手元の時計では後半の40分を経過しました。
試合はアディショナルタイムへと突入しています。ここまで1対1同点のまま試合が進んでいます。さあここで広島南高校がボールを収められるかというところでしたが、チェックに行くのが早いのが瀬戸内高校。アディショナルタイムは4分です。このアディショナルタイムで決勝ゴールが生まれるのか、それとも延長戦へと突入するのか、雨が強くなる中意地がぶつかり合うこの決勝戦です。さあ南高校走り込んでいく、ふわっと浮かしたボール、頭で前に送る、逆にカウンターなるか。瀬戸内高校安井から武田を走らせる、武田1対1コーナーキック獲得です。赤の瀬戸内高校後半5本目のコーナーキック。試合はアディショナルタイムに突入しています。アディショナルタイムも残り2分ほど。コーナーキックキッカーは途中から入った富永純平です。富永の右足伸びていく、流れたところ、再び左のコーナー、キッカーは左足が武器の6番松本大輝が蹴ります。アディショナルタイムは4分、まもなくその3分が経過しようというところです。松本の左足、駆け出した広島南、スピードのある木村がこれを走っていきます。前に送って自ら走る、追いつくか、なんとか対応に行きました2年生の大塚弥弘。イエローカードが出ました。広島南高校11番の木村に対してイエローカードです。広島県総体の決勝戦、気持ちがぶつかり合う激しい展開になっています。アディショナルタイム4分ですが、まもなくその4分を経過します。武田から後ろ鎌狩、鎌狩から山本、前を見た、縦にボールを送る、ここは南のゴールキーパー三好の正面。ここで後半終了のホイッスル。前後半80分戦って決着つかず1対1、試合は延長戦へと突入します。今延長戦が始まりました。10分ハーフの延長戦、延長の前半が今スタートしました。延長戦が始まって選手の交代はありません。さあ瀬戸内高校長野が追っていくところですが、広島南高校の3番織出が体を入れました。80分戦っても決着がつかず、広島ダービーは延長戦へと向かいます。後半広島南高校が放ったシュートは6本、一方瀬戸内高校が放ったシュートは1本。
瀬戸内高校、ただコーナーキックは6本獲得していて、前に迫るという時間は多いのですが、ただフィニッシュまでは行くことができない、そんなあと一歩のところ、そこを後半が終わって修正してくるでしょうか。一方の広島南高校はスピードのある木村、さらには野村が後半の終盤にもゴールに迫る姿が見られました。次の勝ち越し点どちらに先に入るか、延長の前半10分始まっています。瀬戸内高校2年生の大塚がドリブルで運ぶ、途中で入った長野、どこを選択するか、一度後ろの白水へ細かくパスをつなぎます。長野が仕掛ける、長野のクロス、さあ山本、武田、ここはしっかりと守備に行きました。広島南高校シュートを打たせませんでした。瀬戸内高校赤のユニフォーム長野から逆サイドへ展開してチャンスを作ろうというところでしたが、しっかりと守備に行って体を入れたのが緑と黒の縦縞の広島南高校です。シュートを打たせませんでした。10分ハーフの延長戦、まずはその前半が始まっています。先制したのは瀬戸内高校、ただその10分後にすぐさま同点に追いついたのが広島南高校。さあ頭で前に送る広島南、6番の桑田から前に送ろうというところでした。去年は無冠、そんな広島南高校、チャレンジャーとしての気持ちを持ってこの決勝の大舞台に臨んでいます。去年は県総体、そして選手権の県大会ともに広島国際学院高校が制しました。瀬戸内高校、広島南高校ともに昨シーズンは全国大会に出場できていません。どちらがその全国をつかむことができるか、王座奪還ができるか、瀬戸内高校と南高校、ここまで1対1意地がぶつかるこの延長戦です。瀬戸内高校、安井から山本が左に展開、4番の鎌刈、武田から一度後ろに落とす松本、富永から前へ、山本が前を向くか、さあ狭いところ、ここでシュートを放っていた、これが入りました。17番の武田真人のシュート、瀬戸内高校勝ち越し。延長の4分を経過したところ、瀬戸内高校が勝ち越しゴール。3年生の武田真人がゴール前で集中して狙っていました。8番の山本、ゴール前で混戦してこぼれたところをしっかりと狙っていきました。17番の3年生武田真人、前半から何度も運動量豊富、ドリブルで仕掛けるなどしてきた、献身的にチームのために動いてきた3年生が最後この延長戦で大仕事をやってのけました。2対1、瀬戸内高校が再び1点をリードする展開です。さあ前半に瀬戸内高校が先制、その後南が同点に追いついて試合が振り出しに戻ってから1対1のままでしたが、ついに均衡が破れました。さあ1点を追いかける広島南、折り返す、ここはラインを割りました。
再び1点を追いかける展開になった広島南高校。選手の交代です。7番の迫田に代わって20番の山本大地が入ります。3年生の選手です。前線でのキープ力が持ち味、その山本が前線に送り込まれました。山本と木村の2トップでしょうか。山本と木村が2トップ、その1列後ろに10番の野村がいるように見えます。1点を追いかける広島南高校、攻めのカードを切りました。20番のフォワード山本大地、試合に出られない時もベンチから常にチームを鼓舞する、そんな盛り上げ役です。フィジカルを生かした前線でのキープ力が持ち味。この1点を追いかける厳しい状況を打開することができるか。キャプテン佐々木貴次から前へ、スピードのある木村、さらにはその山本が寄っていきますがラインを割りました。広島南高校のコーナーキック。延長戦に入って1本目のコーナーキックです。キッカーは野村理論、途中で入った山本も身長178センチ。さあ野村中央へ、佐々木が狙っていきました。キャプテンの佐々木貴次、去年は無冠の広島南、その苦しい先輩たちの姿を見てきました。このキャプテンの8番佐々木貴次です。今も大きな声で指示を送りながらチームをまとめています。1点を追いかける展開の広島南高校です。さあボールが収まったのは瀬戸内高校長野から、少し雨の影響かつまずく場面もありましたが、広島南高校のボール、縦に長いボールを送ります。山本が前へ、木村が走っている、木村が走りますがここはうまく対応に行きました。瀬戸内高校6番の松本とゴールキーパーの田平、そして瀬戸内高校7番の安井作が今腹部でしょうか、抑えて倒れ込んでいます。安井作、途中出場で入った選手、後半から入っている選手ですが今試合に戻るようです。大丈夫なようです。10分ハーフで行われる延長戦、9分が経過しています。その前半が間もなく終わろうというところですが、延長戦の前半4分、瀬戸内高校3年生の武田真人が勝ち越しゴールを決め試合が動いています。2対1、瀬戸内高校が1点をリードしながら試合が進みます。南キャプテンの佐々木の左足前に送ります。10番の野村が頭で前へ、木村優也から代わって入った山本がシュートを狙いました。中央から右を選択、山本と木村が走っている、野村もエリアの中には4人。さあここ収められるか、対応に行きました瀬戸内高校の8番山本寛太。10分ハーフの延長戦、手元の時計ではその10分が経過しています。2対1、瀬戸内高校が1点をリードしました。雨も強くなってきているこのサンフレッチェビレッジ広島第一球技場、こ
この試合に勝ったチームが全国大会への切符を手にします。1点を追いかける広島南、粘りの守備に行くのが赤の瀬戸内高校。雨が降る中ですが応援の声も大きくなっています。ここで延長前半終了です。延長前半10分を終えて瀬戸内高校と広島南の一戦は2対1、1点をリードしてこの後延長の後半戦へと向かいます。まもなく延長後半が始まります。今延長戦の後半が始まりました。10分ハーフで行われるこの延長戦、前半瀬戸内高校3年生の武田真人がゴールを決め勝ち越し、2対1で試合が進みます。王座奪還、5年ぶりの王座奪還を目指す広島南高校は1点を追いかける展開です。延長失点直後に背番号20番3年生の山本を投入しました。前線でキープ力のある選手、同点に追いつくために、点を取るためにどういったプレーをするか。さあここは瀬戸内高校のチャンス、武田のシュート、ゴールのわずか左、延長戦で勝ち越しゴールを挙げた武田、ここも積極的に狙っていきました。延長戦に勝ち越して勢いがついている瀬戸内高校赤のユニフォーム、去年は県総体そして選手権ともに広島国際学院高校に敗れ全国の切符を勝ち取ることができませんでした。その悔しい思いを持った当時の下級生たちが今ピッチ上で躍動しています。安井もその一人です。さあここはボールを奪った緑と黒の縦島、広島南、20番の山本、途中で入った山本、14番の横山から中央桑田へ、桑田、さあここ中盤でボールを奪ったのが赤の瀬戸内高校、カウンターのチャンス、長野、3年生の長野、長野がスピードに乗る、長野のクロス、ここは広島南ゴールキーパーの三好がしっかりとキャッチしました。早いリスタート、1点を追いかける広島南高校です。ここはファウルです。瀬戸内高校ボールで再開です。選手同士激しくいく展開が後半になってから多くなってきています。10分ハーフで行われる延長戦、泣いても笑ってもあと10分で試合が終わります。1点をリードしているのが赤の瀬戸内高校です。ボールを奪った広島南高校、さあここは大塚が前に進んでいきます。赤の瀬戸内、大塚のクロス、17番の武田のヘディング、瀬戸内高校武田がまた決めました。瀬戸内高校3対1、武田今日2ゴール、19番の2年生大塚弥弘がドリブルで仕掛けてそのクロスヘディングでしっかりと決めました。17番の3年生武田真人、そして2年生の大塚弥弘は
今日2アシスト目、先制ゴール、そしてこの3点目、2年生の選手の献身的な動き、そしてそれをきっちりと決めた3年生の武田、全身一丸、チームが一つになってゴールを奪っています。赤の瀬戸内高校、延長戦に入って2点をリードする展開です。2点を追いかける広島南、瀬戸内高校のゴールキックに変わります。1対1のまま前後半の80分間を終えましたが、延長戦に入ってその均衡が破れました。延長前半4分に瀬戸内高校、武田がゴール前しっかりと狙っていて2点目、そして先ほど延長の後半戦入ってすぐに武田が3点目を決める活躍です。そして瀬戸内高校選手が倒れ込んでいます。選手の交代もあるようです。ここで4番の鎌狩作太郎に代わって5番の日野銀斗が入ります。チームマネジメントキャプテンを務める日野銀斗、ここで頼れるキャプテンが瀬戸内高校ピッチに送られました。今ハイタッチを交わしながら、そして選手たちを鼓舞しながらチームマネジメントキャプテンの日野が入っていきました。チームをまとめるキャプテンの日野、ただチーム内の競争の激化からスタートから出る機会というのは少なくなっている日野です。それでもサブのメンバーであってもベンチから誰よりも大きな声をかける5番の日野銀斗、この場面でチームの頼れるキャプテンが投入されました。瀬戸内高校、ここは時間を使います。広島南高校は2点を追いかける展開、速いボールを縦に送りますがここは引っかかります。瀬戸内高校、山本から安井へ、これはオフサイドフラッグが上がっていました。10分ハーフで行われる延長戦、その延長の後半戦、まもなく7分が経過しようというところです。ここまで3対1、瀬戸内高校が延長戦に入って2ゴール2点をリードして試合を進めています。3年生の武田は1年前この決勝の舞台でピッチに先発メンバーとして立っていました。それでもあと一歩のところで全国切符を勝ち取ることができませんでした。冬の選手権ではチーム内の競争で先発を獲得することができませんでした。ポジションを取る喜びも悔しさも経験した3年生の武田真奈と、その武田が延長戦に入って2ゴール勢いを見せています。瀬戸内高校、ハイボールしっかり処理をしました2年生の守護神、瀬戸内高校田平優斗。瀬戸内高校、このままリードでいけば2年ぶり9回目の全国大会ということになります。一方の広島南高校、2点を追いかける展開です。去年は無冠、決勝戦にも進出することができませんでした。それでも先輩たちが残してくれたプリンスリーグ最昇格という結果、中国地方の強豪チームと戦って自分たちのムービングフットボールを磨いてきました。そのムービングフットボールで先制されても同点に追いつく、その強さをここまで見せてきました。
ャレンジャーの気持ちで自分たちのムービングフットボールでこの2点を追いかける展開どう打開するか。雨が降る中行われる77回広島県高校総体サッカー男子決勝、応援のボルテージも上がってきています。応援する仲間たちの思いも背負ってピッチのイレブン両チームともに躍動しています。全国大会の切符をかけて、さあ広島南高校前を向く、仕掛けられるか。ただボール回収に行ったのが2ゴールを挙げた武田真奈と、武田がドリブルで持ち込む、前に送っていきます。安井が走っている、瀬戸内高校3年生の安井、意地の見えるプレーが続きます。10分ハーフの延長後半戦、今手元の時計でその10分が経過しました。瀬戸内高校は途中交代の選手が控えています。23番の副キャプテン清水大成です。終盤チームに入りました。県総体が始まってからチームを盛り上げ続けました。今応援席に向かってもっと盛り上がろうというようなそんなジェスチャーも見られました。3年生の副キャプテン清水大成、延長後半アディショナルタイムは1分です。ここまで3対1、瀬戸内高校が2点をリードする展開で試合が進んでいます。チャレンジャーとして戦ってきた広島南高校、そして王座奪還へ全身一丸で戦っている赤の瀬戸内高校、ここで試合終了のホイッスル。瀬戸内高校3対1、延長戦で2ゴールを挙げ広島南高校を下し全国切符を獲得しました。2年ぶり9回目の全国大会出場決定、瀬戸内高校。延長戦までもつれる激闘を制しました。瀬戸内高校対広島南高校、この広島ダービーは3対1、瀬戸内高校が勝利を収めました。2年ぶりの王座奪還、赤のユニフォーム瀬戸内高校。今延長までもつれる激闘を戦った選手たちに応援席、観客席から大きな拍手が送られています。勝ちました瀬戸内高校は7月26日から行われる福島県の J ビレッジで行われるインターハイに進みます。広島県の代表として全身一丸、2年ぶり9回目の全国大会を勝ち取った瀬戸内高校、その挑戦は続きます。ここに来るまでたくさんいろいろなことがあって正直不安なこともたくさんあったけど、それでも試合してる人も
応援してる人もみんな本気でやってくれたから桜人とこの結果になったと思います。まだこれで終わりじゃないし、まだ次もあるし、来月は全国もあるし、まだ時間残ってるんで、これからもみんなで一緒に頑張りましょう。全国大会頑張るぞ。